豊橋の山本スポーツです。今朝の社長のお仕事ということで、ドナイヤのオーダーグローブを3つご紹介していきながら、湯もみ加工のね、方へ、していきたいと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いします。まずでは1つ目ですね、こちら、はい、神奈川県からご注文いただいた方のグローブです。全体はこちらブルーを基調に玉はみのね、サックスを使っていただいて、原型はヤマダモデルのサイズ7の DJIM になります。まあ、今回ねこちら指カバーをつけて、まあ、等身機のウェブをついておりますのでね、まあ、こういうまあヤマダモデルをまあピッチャー用で使うっていうのも一つ方法としてはいい感じですよね。まあ、内野手、まあ、ピッチャーもたまにやるよという方なんかは、まあ、ちょうどいい大きさなのかなと思いますね。はい。まあ、今回こちらの方はポケットは、浅めで、まあ、全体的に仕上がりはねお任せでということで伺っておりますので、では早速揉んでいきましょうかね。はい。まずは土手の部分からちょっと軽く揉んでいきながら、ではちょっとね指を広げていきながらポケットを揉んでいきます。でこのまま、指先の方をね、ちょっと屈曲をつけていきましょうか。青とねサックスと、まあ、ブルーを基調とした色合いはねやはり鮮やかというか綺麗な感じでね収まってますのでいいですよね。はい。よし。山本スポーツの方は、まあ、年末年始は年末はですね28日までの営業で29日、30、31で元旦が休みになります。年明けは1月2日10時からお店の方はね開いておりますので、ちょっとグローブ見てみたいなという方は気軽に寄ってみてください。はい。じゃあまあこういう感じでだいぶ良くなりましたね。ではちょっとこれでポケットを叩っていきましょう。今回ねこちらの方ポケットはちょっと浅めでっていうことなので、まあ中指、薬指ぐらいの下にちょっとポケットを作っていきましょうね。ではこれでちょっと指を広げておいて、はい、ではいつものねドラゴンボールで指の方を調整していきます。うん、
でしっかりと補給面を伸ばして鳴らして、ありがとうございます。はい、配達の方でしたね、朝から。はい、ではこういう感じでね、仕上がりましたんでね、ではしっかり乾燥の方をしていきます。はい、では続いて2つ目ですね。はい、こちらは、はい、東京都からご注文いただいた方のグローブになります。はい、原型は投手用のね、大きい方のサイズ9のタイプになりまして、まあ、今回こちらの方はね、ソフトボールで使われるっていうことなので、まあ、親指と薬指をこういうふうにねつける感じでソフトボール仕様で、ポケットもちょっと広く、肩をつけていこうと思います。はい、ではまずは、はい、ちょっとまずウェブの方からまずは鳴らしていきましょうかね。まあ今回こちらは方は、まあ、黒を基調に、はみ出し、じゃあごめんなさい、ヘリ側はブラウン、ダークブラウンで、玉はみのバーダークブラウンで、まあグレーをあとね使っていきながらなので、まあ黒、ダークブラウン、グレーっていう3色でうまくカラーの方はね、揃っておりますので、ね、渋い感じでいいですよね。はい、とではまずは土手をちょっと鳴らして、まあ挟む感じになるので、ちょっとまずは親指の方をグッと、よし、で指側の方の関節を、ゆっくりとつけていきましょうかね。今日はまだ昨日に比べてね、風もなさそうで、うん、まあ、昨日ほどは寒くないですかね、今日は。よいしょ。だいぶ良くなってきましたね。じゃあちょっとポケット側の方もしっかりとちょっと揉んでいきながら、はい、だいぶ良くなりましたんでね、じゃあこれでちょっとポケットの方を叩いていきましょうね。まずはね、真ん中をしっかりと深めに叩いていきますね。
これでちょこっと。いやいやね、中指側の方にもちょっとね、このまま横に叩くポイントをちょっと広げていきます。ちょっとこういうハンマーを変えてね、今度は。こういう感じでね、良くなってきましたね。はい、では続いて、指をちょっとこうやって伸ばしていきながら、はい、じゃあこれでね、指の方を整えていきます。球面もしっかりこれで伸ばして整えていきながら、はい、こういう感じでね、ソフトボールのような感じでね、仕上がりましたので、しっかりとこれで乾かしていきます。はい、ではね、残り3つ目ですね、こちら。はい、千葉県からご注文いただいた方のグローブです。はい、基本形はサイズ5の DJNII になります。はい、まあ今回こちらの方はね、黒をベースに、まあウェブのところをね、このような形で、レッドにしておりますね。で、背面の一部もレッドで、まあ、ここの薬指のところがね、グレーを使っております。はい、まあ、黒とレッドとグレーっていう3色でうまくカラーリングの方もね、いい感じになっていると思います。はい、シミュレーションの方ではね、ドナイヤのシミュレーションの方ではね、ウェブのパーツのカラーの変更はちょっとできないんですけど、注文の際にですね、パーツの色をね、まあ、このような形で変更はできますので、まあ、注文の際にね、ウェブの方の色をこうツートにしたいという方は、ちょっとコメントの方をね、いただければと思います。はい、ではこちらの方はね、湯もみの方は、徳さんのね、あのグレーのタイプ、2019番のね、ドナイヤのオーダーと、まあ、同じように型をね、つけてほしいということでね、しっかりとこうつかめる感じで、深くしてつかめる感じにね、仕上げていきたいと思います。はい、まあ、このような形でね、徳さんとまあ同様な型をね、つけてほしいっていう方もいますし、昨日なんかはね、ライパチさんのレインボーグラブ、まあ、外野手用のタイプがね、いいということで、まあ、それと同じような型をつけてほしいっていう方もいらっしゃいましたね。よし、ちょっとウェブの方もしっかりこうやってやっていきながら、まずはちょっと取っ手をもう少し揉んでいきますね。で、若干ちょっと手のひらを伸ばしておいて、呼吸面、ポケット、あとちょっとこの指側の方をね、ちゃんとゆっくり。
曲を作っていきます。もう一度ポケットの部分を揉んでいきましょうかね。よいしょ。はい、ではこれでね、はい、だいぶ良くなってきたんで、ちょっとまずはポケットの方を叩いていきましょうか。ちょっと深めという形なのでね、まあ、人差し指の下ぐらいをまずは中心に叩いていきます。よし。で、はい、指を伸ばしていきながら、お店の方はね、今年末年始ちょっとお休みをいただいてますけど、まあ、ヤフーのショッピングの方と、まあ、ドナイヤのね、シミュレーションの方はずっと稼働っていうか動いてますんでね、気軽にちょっとサイトを見て、ご検討いただければと思います。まあ、ドナイヤのね、オーダーの方も常時、まあ、納期は約3ヶ月ということですので、まあ、これで来シーズン向けて、グローブを検討の方は、ぜひね、シミュレーションサイトを利用していただいて、来季のグローブを検討していただければと思います。まあ、先日もね、お店の企画で、2021年、まあ、俺のドナイヤということでね、デザインコンテストを行ったんですけどね、多数の応募もありまして、本当ありがとうございました。まあ、そのような形でね、2021年、まあ、俺のドナイヤということでね、ぜひ、まあ、一回お試しでもね、シミュレーションの方もしていただければと思います。こういう感じでね、ポケットの方も仕上がりましたのでね、しっかりと乾燥していきます。はい、ではちょっとね、コメントの方もあるかもしれないので、ちょっと、見ていきましょうか。汗だくです。よし、たくさん見ていただいてますね、ありがとうございます。ドナイヤのグローブください。ぜひね、購入してください。よろしくお願いします。はい。さすがに3つやるとね、汗かいちゃいますよね。はい、こちらね。誰かな、こんにちはっていうことで、はい。なかなかね。よし。おお。いただいてますね、見ていただいてます、ありがとうございます。ではね、そろそろちょっと時間も10時過ぎてしまいましたんでね、店の方を開けていきますので、それでは皆さんね、良い週末をお迎えください。それではね、またご覧ください、ありがとうございます。それでは。